はようございます。2021年、令和3年12月4日土曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。本日最初の話題丸1としては、グラブ、スパック経由でナスダック上場ということで、東南アジア配車最大手のグラブホールディングス、こちらね、東南アジアのウーバーですね。日本だとウーバーっていうのは、配食、宅配、宅食、こういった、サービスが強いですけれども、もともとアメリカのウーバーとか、あるいは楽天も出資していたリフトという会社、こういった会社の最初ベースはですね、日本だと白タクになってしまう、個人で、運送、人の、ね、輸送、例えば空港から自分のホテルとかエアビーとかにね、こうホテル取って、泊まるところを取って、ウーバーで手配して、何時に迎えに来て、で空港まで送って、空港からホテルまで送って、こういったサービスが基本となっているわけです。日本の場合ね、先ほども申し上げました白タク、要は個人でこう人の輸送をするための、車の資格というものはですね、二種免許、こちらが必要で、さらに二種免許で、個人でタクし、やるためにはですね、さらにいろんな審査を超えていかなきゃいけない、規制がかかっているということで、白タク行為になってしまう、法律違反になってしまうということで、日本だと京都とかでしたっけね、一部のところで実証実験、そういったことをやっているわけですが、なかなか、日本だと規制が厳しいということで、ウーバーとかっていうと、ウーバーと並び称されるサービスとしては出前館、ウーバーと出前館がですね、日本だと同じ領域に認識されているわけですが、出前館はね、その名の通り出前をすると、出前館もね、CM これまで、ダウンタウンの浜田さん出ておりましたけれども、ヒカキンさんとか、あとはもう一人ちょっと僕知らないですけど、YouTuber の人ですよね、がなって切り替わってきてということで、競争激化しているわけですが、ちょっと話がずれた、今回東南アジアで、最大手のグラブ、こちらは輸送、人の輸送ということだけじゃなく、新型コロナの影響もあって、宅食とかその出前系、こちらについても力を注いでいきながら、サービスをインドネシアを中心にですね、拡大しつつ、シンガポールとかそういったところ、東南アジア全域に向かって、成長をしているというような企業ですが、この企業、もともと東南アジアで非常に大きい企業価値を持っている会社だというふうに見られており、ソフトバンクグループなんかもね、出資をして成長を後押ししてきたわけですが、この度、ナスダックに上場ということで、12月2日、アメリカナスダック市場に上場しました。株価はね、あまり、とはいえ振るわず、今、オミクロン型の影響とか、原油、OPEC プラスの動きだとか、金融政策、インフレがこの後どうなっていくのか、雇用についてはね、昨日、一昨日、発表があった、11月でいいのかな、アメリカの雇用、そうですね、11月21万人増と。もともと10月には54万6千人増えていたんだけれども、アメリカの就業者21万人止まりということで、人手不足の状況の中、なかなかまだまだ就業者が戻ってきてくれない、就業者が戻ってきてくれないから、みんなが賃上げ、もっとね、お金高くするよというふうにしていて、ピザの配達とかでですね、アメリカの場合今時給が15ドルか20ドルということで、約日本の2倍水準に今なってきているというのがアメリカの状況です。そういった状況の中、人手不足、人手が不足しているから、賃上げする、賃上げするとみんなお金が増える、お金が増えると消費に回る、消費に回ると高くてもちょっとお金もこれだけ2倍になったしと、仮にですよ、2倍になったし、じゃあちょっと 1.2 倍高くてもいいやっていうようなことで、インフレになっていく、インフレになっていくと、アメリカの中央銀行である FRB は、なんとか
お金をね、市中の景気が激化しないように金利を上げる。金利を上げていくと、みんな消費をちょっと控えるようになる。それまでお金を借りて、金利安いからお金を借りて、株式市場に投資したら儲かるやん。あるいは、金利安いがお金借りて、不動産に投資したら儲かるやんっていうような、こういった動きが金利が上がるっていうことになると逆流が起きますんで、株式市場軟調と、いうことになり、グラブ、こちらのね、株価、上場をした後はですね、少し上がったんですが、上場初日の株価、初値、合併前の株価に比べて 15% 高い 13.06 ドルをつけたということですが、その後売り先行となってしまい、今 21% 安の 8.75 ドルで、取引を終えたということになっております。今回上場にあたって第三者割当増資、こちらもしてるんですが、この発行価格が10ドルということなので、増資を引き受けた機関投資家、早くも10ドルから今 8.75 ドルということで含み損を抱えた格好になってしまっています。で、今回、グラブ、もともと今説明した通りですね、ちゃんと本業のある会社なんですが、上場にあたってはスパックという、スペシャルパーパスアクイジョンカンパニーですね、この有力企業の買収のみを目的とした会社、こちらが最初に上場していると。で、この上場しているスパックが、この会社上場させようという会社を見つけて、その会社と合併することによって上場するという。裏口上場だったりとかですね。裏口じゃないよ。せめて、サイドドアだよというような言い方したりとかもしますけれども。このスパック経由で、合併して上場。どういうことかというと、スパック、上場の時には審査っていろいろめんどくさいものがあるんですよね。で、その審査、めんどくさいものがあるのを、箱、空っぽの箱、何ももうほとんど入ってない。要は、実態的には何もないので、上場審査も、軽くはないんですけれども、通ることができると。いろんな実態があるとですね、じゃあ従業員に対してのいろんなものとか大丈夫なのとか、法規制とかちゃんとできてるのっていうようなチェックとかいろいろ入るわけですが、そういったものが軽くなってるスパック。これがまず上場しちゃうと。で、上場って一体何なのかっていうと、しっかりしてる会社かどうか以上に、皆さんにお金を集めます。上場っていうのは広く、匿名で、皆さんからお金を集めることができる、資格を持ってる会社かどうかっていう、そういった判断なんですよね。で、今アメリカだと、日本だとちなみにスパックって今まだ禁止されてるんですけど、アメリカだと、有名な投資家の人とかが、俺がこれから、皆さんからお金をね、集めて、その上で、しかるべき企業を買収してですね、皆さんに、メリットのある形にしますよと。なので、僕にお金集めて、僕にお金くださいと。僕にお金預けてくれたら、くださいじゃないな。預けてくれたら、得させますねっていう。これがスパックの基本となってるわけで。で、それでスパックで上場して、すでに上場審査して終わってますと。上場できてますと。で、ここから、今回みたいなグラブとか本業のでっかい会社。この会社いいじゃん。この会社を、自分とこの合併した自分たちの株価が、より高くなると。企業価値が上がると。であれば、僕にお金を預けてくれた人に対して、メリットのある取引になるな、ということで、そういった会社を見つけてきて合併すると。で、合併すると、その、会社、グラブ、今回の場合グラブですけど、今までいろんな手続き上場するよってなったらいろいろ大変だったところが、その、スパックと合併することによって上場ができるという、こういった仕組みなんですよね。で、今シンガポールとかでは、もうすでに、OK というふうになっていたりとかするわけですけど、日本だと、いやいや、これはちょっとまだやりすぎだろうということで、解禁はされていないんですが、今回東南アジアのデカコーン、グラブ、ナスダックにスパック経由で上場というところですが、なかなか株価がね、今オミクロン型の影響もあって先行き不透明ということもあって、株価は低調と。で、やっぱりソフトバンクグループ、今、いろいろとやっぱ苦しい思いをしてますね。このソフトバンクのビジョンファンド絡み。最初にケチがついたっていうところは、
WeWork、ね、2年前でしたっけ、WeWork の創業者の問題とかね、いろいろ抱えて、これ株価本当に大丈夫なんみたいな状況になっていき、今だと NVIDIA とのね、ARM、NVIDIA に ARM 売ってっていうところ、この ARM 買収絡みについても、当局の認可がもしかしたら取れないかもっていうような話がね、今上がってきているし、そして中国、この後、丸二で、お話ししていきたいと思いますが、中国のね、こちらもまあ、配車アプリですけれども、ディディ、こちらの上場を、アメリカ上場をめぐっての動き、こちらもね、不透明な動きになっていくということもあり、なかなか、こう、ソフトバンク、ビジョンファンドの、いろんな、投資関係についてですね、なかなかちょっと悩ましい動きが出てきているのかなというふうに思います。続いてね、丸2のところでまたもう一歩この経済の話していきたいと思います。